我々ですね、ディープラーニングといったテクノロジーを使った、やはり人工知能の一領域ですね、まあ、このブレイクスルーが2012年に起きてですね、もうこの領域絶対来るからやるみたいな話を、まあ、ずっとしている中で、日本初世界に向けて動いていきたいな。もう基本的にはもう何もしなくてもコンピューターが答えを教えてくれるってものをやってます。店舗の内部にまあ、カメラを設置させていただいて、まあ、実際に この棚の前にどれぐらいの人が何分ぐらい滞在していたのかみたいなところを一瞬で分かるようにするっていうところですね、まあ、その中で実際にまあ来店者数とか、まあ、あとポストコネクションをしていただければですね、自動的に解析してしまって、今こういう状態なのでこういうアクションを取ってくださいっていうのが出てくる。セールスソースから出資をもらっているっていうのはグローバル的なところになってですね、本当大きなターニングポイントになったかなとは思ってますね。どういう形のところでどういう技術を選定していけばいいかみたいなところを本当明確にアドバイスいただけたかなと思ってまして、それが我々としてはすごい大きな価値になったっていうところですね。誰にもできないことをやることによって初めて価値ができる。そうすることによって今まで全くなかった価値を生み出して世界に広めることができる。それが私としては一番面白いですし重要だなと思ってますね。